皆さん、こんにちは。関西福祉大学女子バレーボール部の監督をしております、水野と申します。ジャパンライムから発売されます DVD の、サーブの内容につきまして、今から選手と一緒に見どころを紹介していきたいと思います。それではまずはじめに、サーブの打点の高さを意識した映像をご覧ください。どうぞ。高さを意識してサーブを打つという練習をします。これはネットが2メートル24ありますが、その上2メートル54センチのところにゴムも張っています。このゴムよりも高いところでサーブを打ち出すと打点を高くするという練習をします。でこの時に気をつけないといけないことは、打点を高くすることを意識するあまり上へ向いてサーブを打たないことを意識してください。あとはこれ9メートルとエンドラインの方に9メートルありますが、そこの9メートルのところにもネットが立っているということを意識してサーブ練習をしてみます。はい、ではお願いします。できるだけしっかりジャンプをして高いところからまっすぐエンドラインのところに、ネットがあることを意識してサーブを打ってください。では次、続いて練習します。はい、3人同時に打ちましょう。はい、行ってください。はい、ではもう一回ちょっと一人で打ってみてください。こう、高さを意識するあまり上へ向いて打ってしまっているので、これを高いとこからできるだけまっすぐ打つことを意識して打ってください。ボールが上に上がるとチャンスボールになってしまいますので、できるだけ高いとこからまっすぐ。はい、では一度ストップしてください。打つ高さを意識するあまりに、打っている角度も高くなってしまっています。それなのでこのエンドラインの9メートルのところにネットがあることを意識して、打点の高さのまままっすぐ打つことを意識してください。上に打ち出してしまうとチャンスボールになるので、まっすぐ打ち出すことを意識していってみましょう。もう一度一番左の選手お願いします。高さを意識して打ち出す角度もまっすぐ、まっすぐに打ちます。少し上がっていますね。高いところからまっすぐ打ってください。はい、今のはいいサーブです。はい、サーブの打点の高さを意識するという映像をご覧いただきました。この映像では、ネットの近くから2メートル54センチ以上の高さから打点を高くして意識をして打つという映像でしたが、この後には、ネットから 4.5 メートル離れたところからも高さを意識する、そして徐々に離れていって実際の9メートル離れたところから、高さを意識して打つという練習をしています。で途中、話にも出ていましたが、打ち出す角度、これも本編に、入っておりますが、この打ち出す角度も大切になります。サーブというのは、下から打ってでネットを越えて山なりになって相手に届くとですね、必ず相手にサーブレシーブ行くときにはチャンスボールになってしまいますので、高いとこからまっすぐ打って相手に届かせる、これが非常に大事になってきます。三木選手、中学校高校でもネットにゴムを貼って練習サーブ練習していましたか？ゴムは貼ってたんですけど、打点の高さとかを意識して打ってなくて、
低い打点から打ってしまっていたので、ネットから離れたところをサーブが通過していましたが、大学になって高い打点を意識するようになって、ゴムとネットの間スレスレを狙えるようになったと思います。そうですね、多くのチームが、ゴムをネットの上に貼ってサーブ練習をしているという光景はよくありますが、あとはやっぱり打点を高くしないと、そこを通過させても、サーブの打点が低いとですね、こう、山なりになってしまって、相手のところに届くときにチャンスボールになってしまうので、この打点の高いところからまっすぐネット上に貼ったゴムを通すということが非常に重要になってきます。あとはその打点の高いところで打つというところでも何か意識しているところありますか？と、自分がボールを叩きたい高い打点のところに合わせてトスを安定させてあげれるように意識してます。そうですね、やっぱり自分が一番高いところで叩けるように安定したトスを上げるということも非常に重要になってきます。続きましては、サーブのスピード、ボールの速さを意識した映像をご覧いただきます。どうぞ。次は、打点の高さ、打ち出し角度、これに加えて打つスピードを意識した練習をします。で、このスピード、ボールを速く叩くための、方法をいきたいと思います。まず、自分を串刺しに今日はされていると思ってください。で、体の中心にを串刺しをします。で、左手を上げます。左手上げて右手をしっかり、この回転軸を中心に後ろに引きます。で、腰の位置はまっすぐなまま、肩の位置をしっかりと引く。で、この時あとはですね、手のひらはできれば外を向ける。そうすることによって肘が先に出てこないので打点を高くすることもできます。はい、では打ち終わった後、最後も自分は串刺しにされているので、こう前かがみに倒れることもなく、まっすぐ体を保ったまま打ちます。で、あとはこの回転を止めるために、左手でしっかり自分の体を止める、止めた状態でボールを打ちます。これでスピードを出していきましょう。はい、ではお願いします。では、スピードガンでスピードを測りたいと思います。はい、今ので63キロです。できれば70キロに近づけれるように、時速70キロに近づけれるように打ってみましょう。はい、今のも63キロです。もう一本お願いします。はい、ネットかかりましたが64キロです。はい、では入って全員です。行ってみましょう。はい、今ので56キロです。時速56キロです。しっかり右肩を後ろに引いて。今ので62キロです。はい、ストップしてください。今の打ち方では、こう後ろに手だけを引いているだけなので、しっかりこう右肩を後ろに下げて回転、体を回転させるということを意識して打ってみてください。はい、今のが53キロです。もう一本行ってみましょう。しっかり右肩を後ろに引いて打ってください。はい、61キロです。はい、では継続していきましょう。はい、今ので65キロです。いいスピード出てます。もう少しスピード上げてみましょう。
はい、67キロ出ました。はい、少し待ってください。今のは67キロ出てますが、打ち出す角度が高くなってしまっているので、エンドを割ってアウトになっているので、しっかりジャンプしてまっすぐ速いスピードで打ってみましょう。しっかりジャンプしてまっすぐ、はい、ナイスサーブです。今ので67キロです。ナイスサーブです。しっかりジャンプしてまっすぐ、はい、ナイスサーブです。今ので67キロです。ナイスサーブです。しっかりジャンプして高いところからまっすぐ速いボールを打ち出してください。はい、サーブのスピードを意識するという映像についてご覧いただきました。このビデオの中で実際に言っていました、あの時速70キロですが、株式会社ミカサ様に、こうシミュレーションをたくさん作っていただきまして、まあ、その中の一部のご紹介ではあったんですが、その70キロで、時速70キロで打ち出した場合に、ネットを越えて相手がレシーブするときに、だいたいこのスピードは遅くなっていくので、時速60キロとか50キロあたりで選手がサーブレシーブすることになります。で、この50キロから60キロ時速、まあ、このあたりがいわゆるジャンプフローター打った時のこうボールがブレる領域になると言われています。ですので時速70キロで打ち出す必要があります。三木選手、実際にまあ、サーブのスピードを意識するということについて、まあ、あのちゃんと意識できていますでしょうか。はい、スピードってなったら打つ時の強さを意識する人が多いと思うんですけど、動画でも言ってたように回転軸や肩を引くとか姿勢を意識することでスピードが上がるようになったと思います。あのスピードが上がったることによって何かいい効果はありましたか？早くこうボールの速度を上げることによって狙ったところに正確にサーブを打てるようになりました。狙ったところにしっかりサーブを打てるということは非常に大事なことなので、まあ、それがスピードが一因となっているということですね。中学校高校時代はあのスピードは測定していましたか？機械を使って具体的には測っていませんでした。自分の体感でいいんですが、あのスピードを意識するようにと言われて、スピード上がったと感じますか？はい、大学に入ってスピードを意識するようになって、多分もともとサーブが苦手でスピード遅かったので5キロぐらいは上がったと思います。5キロぐらい上がってるんですね、時速でね。このサーブを速くすることによって、実際の試合の中で、この狙うところが狙えるようになったというのも今ありましたが、相手を、サーブレシーブを崩せるようになったという実感もありますか？はい、あります。Aパス、相手が速攻を使えないぐらいの返球率にさせることだったり、サーブポイントを取ることが結構増えてきたと思います。いいですね。やっぱりサーブをスピード速く打つということは非常に大事なことだということですね。続きまして、サーブを打つコースについて、見ていただきます。それでは次は、サーブを打つコースについて説明します。こちらからの場合はまっすぐ、サーブはまっすぐ打つことが、大事になります。その理由は、クロスに打つときよりも早くサーブレシーバーに触らせるということと、あとは、向こうから打った場合、こっちから打った場合にまっすぐのレシーバーはセッターへ角度をつけて返さないといけない。このクロスの場合はこのまままっすぐの延長線上にセッターがいるので、サーブレシーブを返すのが簡単になります。そういう理由で
こちらにいる場合はまっすぐにいるレシーバーを狙ってサーブを打ちます。ではお願いします。はい、いいサーブです。はい、いいサーブです。ここからだとレシーバーは角度をつけて返さないといけないので難しくなります。もう一本いってみましょう。はい、今度クロスに打ってみます。クロスに打ったときはレシーバーはまっすぐの角度のままでいいので簡単に返せます。はい、しっかりジャンプをして高さを出すことを忘れずに打ってください。はい、いいです。はい、ではこちらから打つ場合もまっすぐにいる選手に向かってサーブを打ちます。これも理由は一緒で、まっすぐにいる選手に早いタイミングで サーブを取らせるということと角度をつけて返さないといけないので難しくさせるということがあります。ではサーブを打ってください。はい、打たれたレシーバーの方は角度をつけて返さないといけないので難しいという場面になります。はい、ではクロスに打ってみましょう。クロスにいる選手はまっすぐの延長線上にセッターがいるのでまっすぐのまま返せます。はい、このような理由でまっすぐにいるレシーバーに取らせることがサーブは有効になっていきます。はい、いいサーブです。サーブの打つコースについてご覧いただきました。このサーブはですね、コースはやっぱりまっすぐに打つことによって相手の、早いタイミングでボールを触らないといけないということと、なおかつ角度をつけてセッターに返さないといけないというこの2点の理由で、レシーブ側からすると非常に難しくなります。で、この同じことをずっと続けていくとこの後本編にも入っているんですがショートサーブと、フェイクサーブ、この2つがさらに有効な武器として使えるようになります。では三木選手、このまっすぐ、サイドライン沿いに沿ってサーブを打つということについて、どうでしょうか。今まではクロスを狙ってサーブを打ってたんですけど、このアドバイスをいただいてまっすぐ打つようになって、A パスで返される率が少なくなったと思います。三木選手は、アウトサイドヒッターとしてサーブレシーブをするポジションですが、自分がサーブレシーブ側からしてこのまっすぐサーブを打たれるというのはどうですか。クロス側から飛んでくるよりまっすぐ飛んできた方が、動画でも言ってたんですけど、角度をつけて返さないといけないし、サーバーから自分のところにボールが来るのが早いので取りにくいです。はい、そういう理由でやっぱりこうサーブ、特に中学生高校生の年代では、サーブレシーブというのは非常に難しい技術ですので、このサーブを狙うコースによって相手の返球率を下げるということはが、非常にやりやすくなると思いますし重要になってくると非常に感じております。はい、ではここまでサーブについての映像をご覧いただきました。打点の高さ、そしてスピード、コース、これらを意識して、ぜひ練習に取り組んでもらいたいと思います。三木選手、実際にこれらを意識した練習に取り組んで、今どうでしょうか。今まではサーブが苦手で、相手に A パスを返されることが多かったんですけど、スピードや打点の高さやコースを意識してサーブを打つようになって、相手を崩せる率も高くなったと思います。はい、これらを意識してやはり一番のサーブの目的は相手のサーブレシーブを崩すというところにあります。そして本編でも紹介していますが、相手のサーブレシーブが崩れると
相手のアタック効果率も下がるというデータが出ています。これら、打点の高さ、サーブのスピード、そして打つコースを意識してサーブ練習、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。サーブで勝ち負けが決まると言っても過言ではありません。皆さん頑張ってください。応援しています。